足裏強さどうですか？いい感じです。はい、すごい気持ちいいです。はい、立ち仕事多いとこは足裏が辛くなるというか、はい、ジーンってなりますよね。 あります。日本全国あちこち行ったりするんですか？はい、僕はしてないですね。はい、あ、そうなんですね。はい、なんかバンドというと、そうですね、あちこち行くものっていうツアーに回ってます、ね、ツアーがっていうイメージがあったんですけど、はい、そんなに割と決まったところでやってる感じなんですか？そうですね、今やってるバンドが実は、はい、まあ、そんなに長くなくて、はいはいはい、僕ともう一人、はい、地元からの友達がいるんですけど、うんうん、10年くらい一緒にいるその友達と今年の2月くらいに、はい、始めたんですよ、このバンド、はい、で今年の2月まだじゃあ4ヶ月ぐらいそうです、はい、でそのメンバー2人しかいないんじゃないですか、はい、で作曲とか全部自分たちで編曲とかしてて、はい、例えばそのライブだったりとかで、うん、バックバンドというかその後ろにドラムとベースのメンバーをつけてやってるんですけど、なるほど、はい、だからツアーっていうよりは今決まったところでライブをして作品を作って、なるほど、はい、ここ痛いですよね。痛いですね左足ここやけに張ってますね。右よりもちょっと多分、はい、重心のかけ方とかが左右で違うんですね。はい、これどうですか？どうなんですかね。あんまりお好きじゃないですか？はい。上の骨の近くになると、はいはいはい、すごいこうジーンとくる感じが、はい、響き方がきついですかね。あ、いや、そんな感じじゃないんですけど、はい、大丈夫そうですか？はい、なんかなぜ初体験のもの、はい、そうですね、はい、これ多分すぐ気持ちいいって感じる方と、はい、ちょっと、まあ、違和感じゃないですけど、はい、なんかどう表現していいかわかんないみたいな、そうです、ね、はい、感じになる方と、でもこれ張り強いとこって、はい、割とこう手で やる方が結構きつかったりがあるので、それに比べるとまだこっちの方が軽いので、で割とこれやっていくと早くほぐれるんで、なんか気持ちいいですね。そうですか、はい、まんべんなく助けられてる感じというか、はい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 、気持ちよくなってきました。はい、はい、そうです、ちょっと後から気持ちよくなってくる、なんかすごくこう体の中で何か巡ってる感じがしますね。はい、体内の水分に働きかけて、はいはい、血行を良くしたりとか、コリをほぐして神経伝達が良くなったりとか、結構こういう左右差があると腰も痛くなるので、はい、
今どうですか、こっちだいぶ柔らかくなったので、はい、全然違いますね。はい、ここちょっと痛いですよね。痛いですね、うん、膝裏って腰の腰痛のツボがあるんですよ。へー、なんていうツボなんですか。胃中です。ここは聞いたことありますね。ツボ知ってますか。はい、詳しくないんですけど、はい、だから遊びで、はい、ツボ、おかんがついてくるんですよ。おかんがついてくる。おかん、あ、こう押してくるとかってことですね。はい、はいはいはい、ちっちゃい頃ですよ。へえ。全然興味なくて何やってんだと思ってたんですけど。ああ、じゃあお母さんが好きだったんですね、多分。今ここでその知識が2回目が使われることで。じゃあ押されたことあるんですね。宇宙って。面白いお母さんですね。すごい体が暖かくなってきました。はい、ああ、よかったです。本当はタオルかけて、はい、よりこうちょっと暖かく安心感あるようにしたいんですけど、はい、撮影なのでタオル全部かけちゃうとどこが何だかわからないっていう。そうですよね。そうなんですよ、言われちゃうので。十分あります、安心感。はい、大丈夫ですか。はい、よかったです。4年なので、はい、まあそのやっぱ40年50年ある人からしたら、はい、ほぐれやすいんですね。早ければ早いほどやっぱりその手を打つのは早い方が。そうなんですね。はい、やっぱりほぐれるのも早い。体の水分量とか柔軟性も若い方の方が回復力もありますのでね、はい、早いうちからやってれば結構なんていうんですか、その辛さが強い人でも割と短時間で取れたりします。あ、そうなんですね。そうなんです。だから早いうちからやった方が実はお金もかからないっていうか。そう、だから自己投資ですね。そうですね。割と体って
見た目に影響ないと思ってる方多いんですけど、はい、結構姿勢とかスタイルって違う、代謝が悪くなったりすると太りますし、あーそうですね、はい、やっぱり体凝ってると表情とか体勢も全部、あ、ここ痛いですね、ここね、超痛い、超痛かったですね、すいません、硬いなと、硬いなと思いましたすいませんね